はい、えー、おはようございます。5月19日、5時15分の相場解説になります。今日は1時間軸だけでお届けしようかと思いますけども、昨日まででレンジを、まあ、設定していたわけなんですよね。ザクッとですね、この2つのレンジです。赤線が引いてありますけども、128円の830あたり、それから上の方が129円の502。まあ、これは場合によってはね、130円。 上の方を目指すんだったら130円でも良かったんですけども、現在ね、ここでブレイクアウトして、えー、この距離が取れているんではないかなと思います。えー、距離にしてだいたい5、60ピップスから70ピップスですけども、まあ、あの、すいませんけど私はエントリーしてません。というよりも朝起きたらこういう形になってたんで、あの、予約注文もしてないんでね。まあでも、このレンジ戦略は今回もうまくいったなっていうことで、一つまた勉強になりましたね。レンジ戦略。 よろしいですかねこれだから、張り付いて見ている人とか、細かく見に来ている人って、これで、あの、やっぱり利益が取れるってわかるでしょ大事なのは、この二つの、ね、ポイントですよ。何がポイントかっていうと、レンジが引けたかどうか。この二つのポイントってのは何かっていうと、上程と過程がちゃんとね、このブレイクアウトが起きてる前に、差し示すことができたかどうかになります。ね、もう、いいでしょこれで今日の説明は。<laughs> ブレイクアウト狙いでレンジを見ていたらそうなったわけですから。まあもちろんこれレンジ内をね、取るっていうことも考えられたんですけども、ちょっとこの距離だとね、そんなに無理していかなくてもいいかなと。要するに 70, 70ピップスぐらい状態と過程の差があったら取れることは取れるんですけども、それでもね、やらない方がいいですよ。70ピップスくらいだったら。もっと広いね、レンジの場合だとやりやすいんですけども、まあ70ピップスね、やってもやらなくてもいい微妙なところなんですけども、私はリスクを 感じて、レンジでやるよりも、ブレイクアウト狙いでレンジを見た方がいいかなと思いますね。はい。それから、ここからなんですけども、特徴的なのがこれですよ。ヒゲを出した、下ヒゲを出した陰線陽線があるでしょこれダブルボトムになる可能性がありますからね。ね、これは私の経験と学習から来る予告ですけども。ダブルボトムからの、だからここがね、売りに回っても急速にも巻き戻される可能性があるってことなんですよ。 常にその予感にここはさらされるんですよ。だからゾーンができます。で、ダブルボトムをついたら今度はこれ全部をぶち抜いてズバーンと上に行くっていう図になりますからね。そうなると右肩上がりが1時間軸で実現して、また再び全時間軸が右肩上がりになって。で、え、冷やしの方もね。冷やしの方ちょっとお見せしましょうか。冷やしの方が こういう風になっていって、上昇トレンドから、なんか横ばいみたいなもじゃもじゃになったでしょ。これがだから、今度は要線で突き抜けて131円、132円の方に向かうってことですよ。そういう風な図式ができるってことですよ。はい。ということで、本日の解説は以上ですね。FX オリガルヒの、またね、第3話の方を作りましたんで、ご覧いただければと思いますあ。今日はね、あの、投資助言業についてもちょっとお話しています。はい、以上です。ありがとうございました。